ごい。ないな。これは。なんで？このハートのラブには俺の愛が込められているんだ。ナユタにはわ。いいじゃないですか。ダメだ。これだけは。もうクッキー抱えちゃって。ハートの欠けたラブがあるか。ちょっとだけだから。こっちに来るな。タイガー、シオン、見てないでナユタを止めて。いいじゃねえか。本番は来。というか、本番は焼かない方がいいよ。そういうわけだから、おとなしくない。ほら、タイガさんも、シオンさんも、いやあ、俺の愛が詰まった。あ、転んだ。クッキーが、いや、シオンさんもタイガさんもいいって言ってたし、いただきます。俺のラブが。俺もメッセージ送っちゃおうかな。おはようございます、ひばりさん。ほらほら、早く今日の朝ごはんも。飲み物は何？ひばりさん、無事お連れしました。おはよう、ひばりちゃん。今日もお迎えされたんだね。お嬢も大変だな。おはよう、ひばりさん。ひばりさん、ポテトサラダはほ…おい、ナユタ。このジャムはさっきつまみ食いし…いや…よし、おい…はい、できました。自分でやるか。え、私は自分のこと。え、ナユタ、駄菓子買ってこい。駄菓子？そうだ、駄菓子。もうタイガさんはしょうがない。うん、いいからさっさと行ってきます。最近のナユタ、確かに最近のあいつは…というか、爆発し…何か…じゃがいもの…しかも皮…俺はこの間ガレージで待ち伏せされたぜ。雑巾？バイクで出たら…へぇ…ナユタにバイク…多少壊れても平気…シオンさんは何…ああ…僕が頼んだのと…けどまあ…あいつも欲求不満なんだろ、お嬢のせい。欲求不満？俺が言ってんのは、お嬢の役に立ちたいって欲求の話だ。それを本人がこ…だから爆発寸前。駄菓子屋さんやってま…シャッター閉まっ…それで…駄菓子屋さんの前で…わかりました。では、自業自得、因果応報。わかりません。ひばりさん！待ちなさい！申し訳ありません。そうみたい。
これは段ボール箱。え？本来であれば、イバリさん。それより。こちらは、八神様から。は？正直に申しますと、八神様、以前には幸運を呼ぶ壺。今まで何度注意して。あの、彼らの生活費。いいえ、生活費やひばり様に役立つものであれば、今回の350万。305？ でも、この大仏さん。先ほど、裏が取れました。そんな。詐欺の常套句。俺はひばりさんの近くに。だから、とにかく私じゃあいりません。可愛くないからです。いい？これからは自己約束できる。何よその反応。私が先ほど言った今まで何度中。ありがとうございます。ねえ、メイト君。はい。叱ってもらって。ねえ、新しいネイル。今はお嬢、たまの休みぐらい外出ろよ。牛？休日以外俺は出てかなきゃいけない時には。私だって。どうぞ。大変だ。どうしたの？まあ落ち着き。すぐにお水をお持ち。ねえ、僕ナユタに頼んだんだけど。ナユタが。どういう。ひばり様。今日もいっぱい買いましたね。ひばりさん、彼女のためだけなら。もしかして俺ですか？もしかしなくてもナユタだ。だって兄ちゃん。そこの兄ちゃん。なんだ君たち。用があんのはお前じゃねえ。ああ、はいはい、俺ですよね。おいナユタ、ナユタ。下品でセンスのとてもじゃないけど。マジでそういう格好して。なんか清潔感を感じ。それで警察には連絡。いやどうして。あのな、お嬢。でも待ち伏せされてたんでしょ。ひばり様、落ち着いていられるわけな。兄ちゃん息が良さそうだな。兄貴、足にしますか。そんなんじゃこいつの借金。じゃあ心臓っすね。このままじゃ。心臓。仕方ありませんね。ああ少し。いいか。お待ちください。俺も行くよ。行ってらっしゃい。これからどうぞ。あなたが一番ああいう人たちに近そうだから。はあ？落ち着かない。俺が悪いのかよ。やっぱりそうかもしれない。ですがまだ。おい、なんか変。
ません。その今月の利子がほんのちょこっと足りないみたいで。俺間違えちゃい、本当にちょこっとなんですけどね、この分が。わあ、本当だ。いえいえ、そのぐらいのお金なら今持ってるのでギリ足ります。はい、ちょうどいい。それじゃあ、悪いことしちゃったな。なゆたくん、ひばりさん、なんでこんなところに。俺の心配を。ひばり様、このあ理解できるように説明して。さあ説明して。借金が払えなかった俺に力になる、いくらでも貸すって言って。そういうのを闇金というか、その人たち。今日は特別ですよ。いつもはバイトしてお金を振り込ん、ひばりさんのこと考えてたら。でもほら、ちゃんとお金は返せたし、わざわざ来てくれ、来てくれたというけど、取り立て屋にしちゃ妙。最初はファイティングって感じだったんですけど、相手してるうちに。ああ、帰る。そもそも最初は確か招き猫。はい、親切な人が俺には絶対必要だ。それを、あとはお金がいっぱい増える話があるから、借金しても投資した方がいいって言われて増えなかった。あとは運命の相手に出会えるブレスレット、ご飯が。最後のは騙される方が悪い。つかどう、自分でも分かんないんですけど、けどみんな優しいし。大丈夫では、八神様。こん引け、八神様は現在花婿候補と。それが明らかに裏社会の人間と思われるものと。つまりひばりさんに大迷。そんな、俺はなんてことを。借金返済が、借金がなければ。そうなりゃお嬢に選ばれるかも。本当ですか。よし、今月中に。それは不可能です。え、間違ってはいません。そっか、まあ全額は無理としても死ぬ気になれば。よっしゃ、俺そう。ただいま。よう、お嬢。別に。なゆたなら仮眠してるぜ。そう、あいつは頑丈だからね。おまけ、まあキッチン覗いて。まだ緑の野菜が少ない。あの、うわぁ、驚かせ。あ、いや、俺背中のそれ。いや、見せて。君に見せるほどのも。早く。ああ。その彼のような大食いが夜食を買っていたら、だから彼が心配と。つまり、まあ、ナユタ君のこと。いや、可愛がってるとか。ナユタのトラ、お腹が空いたとつぶやく。でもまあ、出したもの。私も。え？何よその顔。ダメだ。どうして。俺より先に君の手。俺だって本当はた、あ、とにかくほら早くしないと。
静かだね。ほんと最近無茶よ。でもこの状況。ただいま。あ、帰って。ただいま戻りました、シオンさん。ありがとう。人気のスイーツ買ってきてもらったんだ。ひばりさんも。は？買い物でも掃除でも荷物運びで。な、何かって。ちょっと仮眠したら朝まで警備員、その後は工事現場に直行です。じゃあ寝て。でもかわいそう。は？ひばりちゃんにお願い。お言葉ですけど、ナユタはズーズーしいなん。そういう。ナユタにとってお願いされるって、お願いを聞いてあげることで相手は喜ぶし、褒められれば自分も嬉しい。ナユタ式コミュニケーション。需要と供給のバランスが悪すぎるわ。求めてないのにお願いをねだられても困る。どんなささやかなことでもいいんだよ。でも本当に役に立ちたいって思うなら自分で考えて行動。へえ。僕はナユタはすごくわがままに自分勝手。ナユタは欲しいものに。見てと。結構です。疲れてるって思うなら、それでお礼を言えばパーフェクト。ナユタの疲れは君が喜ん。これ。結構です。それで、まあ、それは大変です。そうじゃなくて、まあ残念。ナユタ君に任せてる。でも、春日も問題よ。八神様。お願いします。朝8時半から夕方5時まで建設現場。ちょっと待って。何か気になる。気になるって。ご安心ください。すべて計算。これ以上に完璧なスケジュール。はい。状況されてます。別に。ナユタ君ねえ、そのは八神さんがいなくてさ。どっちもち。確かに八神さん。ではある日どうしても無人島。その二人なら楽しい遊園地に行きました。絶叫マシーンにペアで乗るなら。ナユタ君と乗る。では、テニスでパートナーを組むなら八神さん。どちらにし。ナユタ。あら、だって消去法でナユタ君しか残らない。ひばり様は消去。そうよ。他の婿候補たちに比べて八神さんはマシ。そういう。でも彼らに出会ったばかりの頃なら全員まとめてお断りと答えていたはず。あなたから信頼されることですから八神さん。ほれ。別に。まあ、失礼いたします。ちょうど終わっ。ナユタ君の借金になります。前にも申しましたでしょ。話を聞いてて思ったんだ。子供みたいな人だから遊ぶためとか想像してたけど。自業自得で自分の懐事情や資料が全く足りていません。
浅はかでた。ではおやす。まだ起きてらっしゃる。針が落ちていない。なあ。よっ。おはようございます。こんな朝。こうやって毎朝ストレッチするのが。痛い。大丈夫だから。こうって。いや、いいから。はい、背中を合わせ。こういうの。足が。あとは馬跳びとか流行り。だって危ない。大丈夫です。よし、いい感じですね。ちょっと死ぬ。遠慮し、してない。どうですか。なった。久々にひばり。私がか。え、そもそも家にいない。違うの。俺のこと。いや、だから。もしかしてですけど。だから。大丈夫だ。やっぱりひばりさんは優しい。俺、心配してくれてありがとうございます。あ、でもひばりさんが心配してくれるなら。絶対やめて。とにかく、かす気が楽というか。別？本音を言えば。よくないでしょう。そうなんですけど、俺に借金があること。俺の一番は、もしひばりさんが呼んだから。今は、はあ、ナユタ。俺の部屋です。アサレって。タイガさん。いや、ナユタが漫画を。いいことを思いついたぜ。はい、オープン。ん、ちょっと。安心しろ。アサレ。ああ、貸してる漫画があってな。なんならお嬢も読むか。ギャンブル好きな。結構です。面白いのに。なんでは。いいだろ、ナユタの部屋。いろいろ見られ。あんなもの。それはあさって。ちょっと。ああ、男の部屋なんかこんなもんだ。命令しないで。お前はナユタの母ちゃんか。見つかん
諦め今読みたいんだ何よ おお、これだよこれちょっと待っ持ってきちまったかだっておめでおめでとうありがとうございますにしてもずいぶん張り切った張り切ってなんかないさうん、おいしいいつもお弁当にどう春日さんもほんこれ、これ八神様もええ、ぜひマグロ漁じゃねえかタイガさんも俺のことなんで俺がこっちおいでナイ本当ですよしよしご褒美うんお前も満足おじゃあそナイウタもおじゃそれは嬉しいはい花丸をあげます花丸何花まあそれであんだけ本人がいいけどさすちゃんとしたごご褒美これ私があげられるもはい俺頑張ってほしいですバイト中はひばりさんに構うってデートうっせっそれで今回はやったあそれでは無事返済返済って言ってもそれでも大きな一歩それはまあまあデートああなんて甘い響きでしょうぜひとも八神さんには八神さんとデートというのは犬じゃないからそうでまあ他に何か大したこと男の人って何をもらっそれは違うわよだから違う贈り物というのはここあれもそうでしたわね首はだから犬じゃああら私ってばついおはははは大丈夫ですわあなたの手作りちょっとの一番はいつでもひばりさんな
ひばりさんの行きたいところなら。それじゃあご褒美になる。じゃあ今日は俺の大好きな場所に行こう。ちょっと引っ張らないで。毎度今度一緒に。やったー。そういえばここで、ああそれからそんなに大きく。本当なんです。こんにちは。ちょ知り合いだった。違いますけど。このスーパーにはい、そうなの。あそこのお惣菜屋。あら、な、お、ナユタ。はい。ナユタ。はい。ほらよ。え？え？俺の大好き。おや、ない。あらあらあら、ちょっと。あの人たち。よくおしゃべりするおばあちゃん。あんたがなゆたくん。え？いや。聞いた話じゃ、名奉行のごとく。それにその人柄にほ。泣いている子がいれば慰め。こんな子がなゆたくん。ねえ。違う、違うって。まあ、てれ。そう。それで、なゆたくんは。まっすぐな。なゆたくんは、たくさん失敗するけど、そういう。若い。どうしと、なゆたくん。さんが、俺、これから、そこ。お幸せ。なんか、いいわよ。ちゃんとか。なゆたくんって、おばあちゃんたち。いろんな人たちに。そうか。な、あなたをだま。別に、世の中いい。え？だって、俺をだま…いや…だから、そうでもない人に…だから、ひばりさんに…だって、ひばりさんは…あのね、なゆたく…大丈夫です。ま…なゆたくん、これって…お守りよ。ほぉ…でも、今油断…そうよ、油断大敵。それじゃ、はい。ひばり…そんな…でも嬉しいじゃないで。開けたら効き目き…そうなんですか。でも…え？俺のことは…前にも言ったけど…なんでですか。なゆたくんが…やっぱり死ぬ。だからね。え？どうですかって。ほらほら、暴れない。ちょっと、なんでですか。それじゃ、怖くないって分かってもらえるように。そんなことしなくていいから。じゃあ俺のこと、え、頼ってくれる。はあ、やっぱりこのまま町内。ちょっと待っ。頼るって言ってくれるまで離しません。お願いだから落ち着いて。やあ、力がみなぎってきた。見ないでよ。それもう知らない。やったー。
わかったから。本当に本当よ。なゆたくん嫌です。ひばりさん柔らかいし、それにこの体勢よし。ちょっと、ひばりさん、詐欺ですし不気味ですし不要なの。またですか。これは絶対効き目は。甘いですよ。冗談。ねえたくん、わた、もちろんです。油断た、でもこれは組み手かけられ、例えば時代劇ごっ こ, ごっこ夜道を歩いてたら、あ、それはそういや朝起きたら家の中で男が寝相割れあとは車で引かれそう、怪我はなかった、ひっくり返、ああ、お嬢には今当然でしょう。というか信じない気が、子犬ぐらいにしか思う。なんですか、お前には関係、そのつもりです。ひばりさんにも迷惑かけられないし、ほどほどに。メモりました。